こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。なあ霊夢、突然だけど、日本では年間でどのくらいの行方不明者がいると思う？日本国内で？なんだかんだ言って平和な国だし、年間で300人くらいかな？おい？警視庁から公表された、令和3年における行方不明者の状況によると、警察に行方不明者届が出されたのは、2021年、前年比から2196人増えて、すでに大幅に間違ってる。2196人増えて一体何人なの？ 79,218 人だぜ。ほぼ8万人。そんなに？これでも、統計が残る1956年以来、最小となった2020年に次いで少ない数字らしいぜ。そうなんだ。衝撃だわ。年齢別に見ていくと、20歳代の行方不明者数が最も多く、10代から30代の若年層で、前年比2664人増。また80歳以上の行方不明者も、増加傾向にあるそうだ。もちろん、年間8万人の人が行方不明になり、どこかに消えてしまっている、というわけではないぜ。その多くが届けがされた後、所在確認等がされている。2021年中に所在確認等がなされた行方不明者は、確認をした年次以前に受理した届け出分を含めて、78,024 人だ。よかった。大半は見つかっているのね。内訳を見ると、所在が確認されたのが 65,657 人、死亡が確認されたのが 3,613 人、届け出が取り下げられたなどが 8,754 人だ。中には、行方不明届が出されてから2年以上も経ってから所在確認がされた人が 2,041 人、死亡が確認されたのが139人と、行方不明状態が長期間に及んでいるケースもある。亡くなっているケースもあるのか。10代から30代の若年層の行方不明者の割合が一番多いという話をしたが、10歳未満の行方不明者数は年間1000人を超えるんだ。そんなに？大人と違って、自分の意思でいなくなるというケースは少ないわよね。つまり犯罪や事故に巻き込まれているってこと？一般的に考えられるのは、親が離婚し親権が取れなかった方が連れ去るケースだな。しかし、法務省の犯罪白書によると、13歳未満の、略取誘拐、人身売買被害は増加傾向にあるそうだぜ。日本の話よね？知らなかったわ。これは考え方を改めないといけないわね。自衛はもちろん、社会全体で子供を守っていくという姿勢が、ますます重要になっているよな。今回解説するのは、現在でも未解決の失踪事件だ。はじめに見ていくのが、1990年12月31日、茨城県三和町で発生した女子中学生失踪事件だぜ。30年以上前の大晦日に起きた事件なのね。年の瀬の慌ただしい空気の中で起きた痛ましい事件だ。行方不明になったのは、茨城県三和町の町立三和北中学校2年生だった、石崎陽子さんだ。彼女は現在も失踪したままとなっている。岩崎さんが行方不明になるまでの経緯、失踪現場、失踪後の不可解な電話、北朝鮮による拉致も疑われている真相や、現在の状況などを解説していくぜ。すでに気になるワードがいくつも出てきたわ。それではゆっくりしていってね。はじめに、岩崎陽子さんが行方不明になるまでの経緯を見ていくぜ。事件当日は大晦日だから、きっと学校は休みよね。学校は休みだったが、クラブ活動はあったようだな。石崎さんはこの日、学校でのクラブ活動を終えて自宅へと帰り、友人と買い物に行くために再び外出しているんだ。なるほど。自宅から出るとき、岩崎さんの祖母が、大晦日だから早く帰ってくるんだよと声をかけている。その声かけに対して、岩崎さんは、はいと返事をしたそうだ。その後、友人と落ち合い、近所のスーパーマーケットで買い物をした。そして自宅から北へ 2km ほど離れた、ガラス工場近くの交差点でこの友人と別れたんだ。これが、確認できている岩崎さんの最後の姿となってしまったんだ。ここで彼女の足取りが途切れてしまったのね。この地区でいうスーパーマーケットは、おそらく増田さんは店ではないかと言われている。このスーパーは30年ぐらい前からこの土地にあるそうだ。岩崎さんが行方不明になった後、最後に会っていた友人宅から自宅へ向かう。道路の途中の川沿いの道に、石崎さんの自転車が置かれているのが発見されている。乗っていた自転車が、置き去りにされていたのか。それじゃあ、この場所で彼女は、何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いわね。自転車が発見された地点は、周囲は畑などに囲まれていて街灯なども少なく、夜になるとほとんど真っ暗になる場所だったようだ。この置き去りにされた自転車には、事件解決の手がかりとなるかもしれない、いくつかの情報が残されていたんだ。おお、なんだろう。一つは、発見された石崎陽子さんの自転車は、
自宅方向ではなく、友人宅の方向を向いて置かれていたということだぜ。あれ？岩崎さんは、友人宅から自宅へ帰る途中だったのよね？そうだな。考えられる可能性はいくつかある。例えば、忘れ物などをして、友人宅へ戻ろうとした、または、他の目的地があって方向転換したという線だ。方向転換して、どこかの目的地に向かう途中で、事件に巻き込まれたという考え方ね。もし友人宅ではない目的地となると、家出の可能性も出てこない？確かにそうも考えられるよな。しかし、岩崎さんの自転車のカゴに残されていたものから、家出の線は薄いとされてるぜ。どういうこと？自転車の前カゴには、スーパーで買い物をした袋が残されており、中にはスナック菓子、ノート、袋ラーメンが入っていたことから、家出の線は極めて薄いと考えられているんだ。ああ、なるほど。家出をする気なら、学校で使うノートや、鍋が必要なラーメンは買わないわよね。自転車だけじゃなく荷物も置き去りになっている時点で、家出の可能性は薄いか。自転車が向いていた方向だが、何か事件に巻き込まれた際に、揉み合うようなことがあって、たまたま向きが変わったのかもしれないし、犯人によってこの場に後で遺棄された可能性もあるよな。結局これだけじゃ、家出ではなさそうということしか、わからなかったわね。石崎さんが行方不明になった正確な現場は不明だが、自転車が残されていた付近には現在でも民家や街灯がほとんどなく、この辺りが現場になった可能性が高いようだ。その後、家族によって行方不明者届が出され、警察による捜査が開始されたぜ。一般への情報公開も行われたが、石崎陽子さんは発見されず、現在も未解決事件となっている。一般への情報公開も行われたということだけれど、どういう内容だったの？警察による公開捜査が行われた時に、公開された石崎陽子さんの特徴としては、髪型はおかっぱ頭、身長は160センチメートル、失踪時の服装は茶色のコートにスカート姿、靴を履いていた、所持金は持っていなかったという内容だぜ。石崎さんは失踪当時、所持金も持たず、服装も軽装であったことなどから、家出の可能性は低く、何者かによる誘拐など、何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いと見られている。石崎陽子さんの行方不明事件に関する重要な情報として、失踪から数日後に、自宅や友人宛に電話がかかってきたというものがある。え？本人から？それは重要な情報ね。行方不明になってから4日後の1991年1月3日、石崎陽子さんの友人宅に石崎さんを名乗る女性から電話があり、家出したと話したそうだ。この友人宅への電話があった直後に、自宅にも石崎陽子さんを名乗る人物からの電話があり、この時には、新宿にいる。人が大勢いて帰れない。大勢の人がいて帰れない。などと話した後、電話を切り、その後は一度も連絡はないということだ。本人を名乗る電話か。いくつも新しい情報が出てきたわね。でも友人はさておき、家族でも本人かどうかはっきりしなかったのね。本人だとはっきり断言できない、事情があるんだろうな。今みたいに個人のスマホなんて普及していないし、周囲の音や環境によっては音質も悪かったのかもしれない。所持金を持っていなかった岩崎さんが、新宿にいるとしたら、協力者か、はたまた彼女を連れ去った人物がいるはずよね。それに、人が大勢いて帰れないという言い方は、本心では帰りたいと思っているような印象を受けたわ。なんか怪しいよな。この電話が本当に石崎陽子さん本人によるものなのか、それとも犯人が捜査を攪乱するためにかけたものなのかは、不明だぜ。この失踪事件の見方として、二つの説が有力とされている。そのうちの一つが、家出後に犯罪に巻き込まれたという説だ。さっき話したように、自転車に残された荷物から、石崎さんの自殺の線は薄いんじゃなかったの？失踪後の石崎陽子さんの、家出をした、新宿にいる、人が大勢いて帰れないなどの、電話の内容を踏まえての説だな。家出をして新宿へ行ったものの、そこで何らかの犯罪組織に誘拐されたという考え方だ。電話が石崎さん本人だった、もしくは強制された言葉ではなかった、という場合ね。石崎さんが家出をして、一人で東京にいたところを、何らかの犯罪組織の人間に声をかけられ、そのまま誘拐され、人身売買の被害に遭ったのではないかとする説だぜ。人身売買？まあ、この説はあくまでも、インターネット上の噂であり信憑性は低い。だけど可能性としては考えられそうだよな。もう一つは、北朝鮮の工作員による拉致説だ。なるほど。私はこっちの方がありそうに思うわ。石崎陽子さんが行方不明になった地域は、
1980年代から行方不明者が続出している地域で、いわゆる、大町ルートの沿線上にあたるんだ。大町ルート?千葉県宇那上町周辺、東京、山梨、甲府、長野、大町、富山、新潟へ抜ける物流ルートのことだ。当時の宇那上町、旭市、飯岡は水飴、砂鉄の地場産業が盛んで、このルートを通り日本海沿岸に運ばれ北朝鮮に輸出されていた。新潟港は北朝鮮の貨客船、万四本号が入港していたことで知られ、富山の氷見港にも、北朝鮮との間を往復する貨物船が頻繁に出入りしていたんだ。北朝鮮への物流ルートだったわけね。北陸から新潟にかけての日本海側には、工作員の上陸ポイントが多数設定されていた。拉致問題に取り組む関係者は、そこには工作員をかくまったりする、土大臣と呼ばれる、協力者がいたはずだ、と指摘している。土大臣?初めて聞く言葉だわ。在日朝鮮人らの中で、工作員に目をつけられた人々が、北朝鮮にいる親族の安全と引き換えに、工作活動への協力を強要されたことは、これまでの拉致事件の捜査や、韓国での公判の内容で明らかになっているんだ。なるほど。失踪者が行方不明となった現場が、大町ルート上に重なるケースは、約150件にも上るぜ。これは、拉致事件の調査会に、情報が寄せられている失踪者約470人の、約3割に達するんだ。確かに、偶然の一致とするには多すぎるわね。現場は関東に集中しているが、ルート途中の地方にも、失踪ポイントは多く点在する。岩崎さんが失踪した場所も、まさにそうだったのね。岩崎さんの事件に関しても、一部の専門家などが、北朝鮮の拉致の可能性などを示唆していて、真相としては最も有力なのではないかと言われているぜ。事件の真相がなんであれ、岩崎さんが元気な姿で帰ってきて来てくれることを、祈っているわ。本当にそうだな。冒頭でも話したように、日本でもたくさんの、不可解な失踪事件が起きている。そのいくつかを解説していくぜ。一つ目は、1965年7月3日に起きた、伊東市宇佐美区小児男児誘拐事件だ。当時7歳の小学2年生、鈴木敏行くんが、静岡県伊東市宇佐美区の自宅から、遊びに出たまま行方不明になった事件だ。60年近く前だわ。それでも未だ未解決なのね。この事件では、鈴木敏行くんが行方不明になって3日目の7月5日に、鈴木敏行くんの自宅近所や父親の勤務先に、女性の声での不審電話が立て続けにあったことから、地元警察は誘拐事件として捜査したが、事件の解決には至らなかったんだ。不審電話?時系列に沿って話すと、まず、7月3日午後4時15分頃、鈴木敏行くんが、お外へ遊びに行くと言って出かけたまま行方不明になる。すると7月5日のお昼過ぎに近所のホテルに、午後1時頃に敏行くんの近所の親戚宅に、同じく午後1時頃、父親の勤め先の旅館に、と3カ所それぞれに、女の声で電話がかかってくる。さらに7月6日には、近所の鮮魚店に敏行くん本人、と思われる電話が入る。あちこちに電話をかけているわね。一体何の意図があるのかしら。電話の内容を詳しく見ていこうか。まず敏行くんの失踪から2日後の、昼12時30分頃、敏行くんが住んでいるアパートから200メートル離れたホテルに、電話がかかった。留守番の女性が出ると、お宅の近所で子供がいなくなったそうですが本当ですか。それに間違いありませんね。という女の声がした。そして午後1時頃、敏行くんの近所の親戚宅に電話がかかり、これも女の声で、子供がいなくなったのは本当ですか?と言われ、親戚が、はいと答えた。すると、僕が誘拐した。今日3時頃までに熱海駅1番ホームで、と女が言いかけたところ、驚いた親戚は受話器を投げ、捜索隊に伝えた。そして再び受話器を取ると、電話は切れていたそうだ。さらに、ほぼ同時刻、敏行くんの父親の勤め先の旅館に、敏行くんの父親はいませんか?と、やはり女の声がした。女の声で、僕?こういう時って、いたずら電話も多いって言うし、すべてが犯人からとは限らないのかもしれないけど、不可解ね。これらの、怪電話の報告を受けた伊東署は捜査本部を設置。すぐに親戚宅とホテルの電話機に、テープレコーダーを設置したんだ。その後、敏行くんの母親は、電話で言及された熱海駅へ署員2人と向かったが、怪しい人物はいなかった。7月6日、捜索隊は子供たちの案内で、敏行くんが向かったという山を捜索していた。これは、虫を入れる小箱を抱えて山へ向かった、と目撃情報があったためだ。そしてこの日、敏行くんの近所の鮮魚店に、電話がかかる。その家の4歳の男の子が電話に出て、なーに?敏ちゃん?と聞き返していた。
すぐに男の子の祖母が、電話を取って応答したところ、切れてしまったそうだ。最後の電話には、としゆきくん本人が出ていた可能性があるのね。事件発生後、3日目の8時から9時半にかけて、としゆきくん肩に入る国道を黒塗りの大型乗用車が往復していた。とか、後ろの座席の女が、としゆきくんの家の方を見ながら乗っており、窓ガラスから身を乗り出すように見入っていた。などの噂も飛び交った。事件の真相の考察もネット上で行われているが、誘拐事件の可能性は高いものの、情報の少なさもあって、信憑性が高そうな考察は出ていないようだな。現在も鈴木としゆきくんは発見されておらず、事件の真相は謎のままになっているんだ。次の事件は、事件の鍵を握っていそうな重要人物がいながら、未解決となっている事件だ。1969年2月23日に発生した、庄山ひとしくん失踪事件だ。庄山ひとしくんは当時中学2年生で、その日、工作の材料を町に買いに行くと言って家を出たまま行方不明になっているんだ。庄山ひとしくんが家を出た数時間後に、見知らぬ男が庄山ひとしくんの聖望を持って訪ねてきて、庄山ひとしくんに46万円もの現金を盗まれたと主張したんだ。思わぬ展開ね。さらにその翌日には、庄山ひとしくんの筆跡で描かれた金を盗んだことを詫びる内容の手紙が届き、これを最後に庄山ひとしくんは連絡を断ち、現在まで行方不明のままなんだぜ。絶対にその男が怪しいと思うんだけれど、庄山ひとしくんは真面目な少年だったそうで、金を盗んだとは考えられず、男が金を騙し取るために庄山ひとしくんを誘拐し、作り話をして家族を脅したのだろうという説が有力だ。当時のメディアもこの男が犯人だと疑っており、朝日新聞が直接取材を行っているが、この男は何かを隠蔽している様子で、真相について語ることはなかったそうだ。そんな、赤城神社主婦失踪事件は、1998年に、群馬県在住の主婦が行方不明になった事件だぜ。今度は子供ではなく、大人の失踪事件ね。被害者となった主婦は、家族と群馬県宮城村三代沢にある、赤城神社へ、つつじ見物に来ていた。しかし、あいにくその日は雨で、神社へ行く一部の家族以外は、駐車場の車の中で待つことになった。しばらく経つと、主婦は、せっかく来たのだから、せめて賽銭だけでもあげてくると家族に言い、神社へと続く参道を登り始めた。その時の主婦は赤い傘を差し、着衣はピンクのシャツに黒いスカートと目立つ姿だったそうだ。車内に残った娘は、母である主婦が境内とは違う方向にある場所で佇む姿を目撃している。そしてそれが、主婦が目撃された最後の姿になってしまったんだぜ。また謎の多い事件ね。心配した家族は警察に通報し、10日間で延べ100人余りが神社付近を捜索するも、その姿はついに発見されることはなかった。境内と違う場所にいたのよね。道に迷ったのかしら。行方不明当日はゴールデンウィーク中ということもあり、多数の人が神社を訪れていたんだ。それに参道は整備されていて、道に迷う余地はほぼなかったのにもかかわらず、主婦は忽然とその姿を消してしまったんだぜ。自ら姿を消したのか、はたまた何かの事件に巻き込まれたのか、この日が雨じゃなかったら、結末は変わっていたのかしら。未解決な失踪事件って、たくさんあるのね。事件の全容だけじゃなくて、被害者の安否もわからないのが、なんとも苦しいわね。本当にわからないことだらけだよな。なぜ、何のために、なぜこの人が、わかっているのは、彼らがいなくなったという事実だけだ。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。